皆さんこんにちは、マネーです。さて4月14日公開劇場版最新作黒金のサブマリン、皆様ご覧になられたでしょうか。映画公開3日間の興行収入は歴代第1位、ハロウィンの花嫁のペースを大幅に上回り、現時点で 31.4 億円を突破。未だその勢いは止まらぬ見込みです。ぜひ映画館に何度でも足を運んでみてください。ということでお待たせいたしました。本日の考察テーマはこちら、黒金色の全貌、老若認証の制度、ノックたちの結論、限定ブローチの意味、灰原哀の心境、3頭のイルカたち、2024のメイン、以上のトピックスを順に考察していきます。なおこれる席劇場版第26作黒金のサブマリンの内容に触れてまいります。ネタバレ注意でご覧ください。それでは考察を始めましょう。2023年名探偵コナン劇場版最新作黒金のサブマリン、舞台となる八丈島近海、そこに建設された海洋施設パシフィック V。 その名の通り施設全体が V の形を成しており、世界中の防犯カメラ映像を解析することができます。そんな中で物語を大きく動かしたのは老若認証。システム開発者ナオミ・アルジェントによると、骨格から老化や若返りを計算し、その顔を CG で作成、そしてそれと合致する顔を顔認証で探し当てるというものだそうです。最新の画像だ。奥の野郎の手元を見ろ。最近の機種だぜ。まさかこのガキがシェリー。パシフィック V、 その存在を脅威と判断した黒の組織、彼らはその映像データから組織メンバーの姿を消去するためナオミ・アルジェントを連れ去ります。しかしここで物語は急展開を迎えます。彼女が持っていた USB メモリ、そこに残されていたのはなんと灰原哀イコールシェリー、その事実を表すデータでした。原作でもここまで核心に迫る場面はありません。正直この展開には驚きました。そして何と言ってもウォッカの着眼点、劇場版特集号アニメール、そこに記載されていた立川監督の回答通り、本作はウォッカの言葉や行動が大きな役割を果たしておりました。そして灰原哀を連れ去るウォッカ、このあたりも本作の見どころだったのではないでしょうか。さてここまで説明してきました老若認証。最終的にはベルモットの起点により基礎システム認定され、組織は手を引くことになります。そんな中キールとバーボンは灰原哀の正体に関しどう捉えていくことになるのでしょうか。組織潜水艦、そこに連れ去られた灰原哀、そして出会うナオミ・アルジェント、彼女の姿とは裏腹に灰原哀の手足は縛られておりませんでした。ここで少し話は脱線しますが、この場面は原作のあるシーンとリンクしております。そのメガネは博士が最初に作った1号機。言ったろ、そいつをかけていると正体が絶対バレねえって。単行本24巻、ハイドシティホテル。コナン君の追跡メガネをかけた灰原哀は、その面影からコードネームピスコにより倉庫に監禁されてしまいます。そして本作同様、この時灰原哀は拘束されておりませんでした。そしてその後映画では、灰原哀の手足をキールが縛ります。この場面、盗聴器、足元、首筋、このあたりの要素から単行本49巻、コナン君と水無怜奈の対面シーンを思わせました。さて本題に戻り、結論を先に述べると、キールが灰原哀の正体に気づいた可能性は低いと思われます。大前提としてキールが灰原哀イコールシェリーだと認識したのは、老若認証の結果からであり、その前提が崩された以上、灰原哀イコールシェリーというのも間違いだったということになります。もちろん盗聴器を仕掛けている点なんかは、ただの小学生ではありませんが、まさかそれを作った科学者本人である点や、キールの市場が常に垣間見え、冷静な分析ができていない可能性などを踏まえると、現時点でキールが灰原哀の正体を確信することは難しいと思われます。しかしその一方で、バーボンことアムロ・トールは灰原哀の正体に気づいた可能性が高いと思われます。ああ、おそらくベルモットがいろんなシェリーに化けて各地の防犯カメラにその姿を残したんだ。どの人物の指先にも同じネイルが塗られていたから分かった。おかげで組織は老若認証への興味をなくしたよ。さあね、君なら心当たりがあると思ったんだけどな。ベルモットの変装、その完成度は本人と見分けがつかないレベル。もちろんアムロトールはそのことを身をもって知っています。
そしてこれは同時に老若認証の精度が極めて高いということの証明でもあります。よって安室透は灰原哀の正体に気づいていると思われ、さらにわざわざその事実をコナン君に伝えていることからもバーボンは灰原哀を組織に連れ帰る意思がないということもわかります。このあたりはいずれ原作で語られてくることでしょう。助けたわけ、それを探るのがあなたの仕事でしょ、シルバーブレッド君。物語序盤、不採ブランド限定ブローチ。灰原哀はその整理券最後の1枚を手にします。直後、着物姿の老婦人が店員に近づき、どうしても手に入れられないか交渉しますが、残念ながらどうにもならなかったようです。その様子を見ていた灰原は老婦人に整理券を譲ります。そして物語ラスト、出発ロビーにてナオミを送る灰原哀、その姿を上階から覗き見ていた先ほどの老婦人。改めベルモット、なぜベルモットが灰原哀を助けたのか、それは一見するとブローチのお礼のように感じます。しかし本当にそうなのでしょうか。長寿を表すイチョウの花びら、不変を表すダイヤモンド、この限定ブローチは幾度となく考察されてきた黒の組織のボス、カラスマ・レンヤ、まるでその人物を想像させるかのようなアイテムです。そうなると気になってくるのがボスのメッセージ。フィリピン・マニラ、高層ビルが立ち並ぶ近代的な街、そこでベルモットが受け取ったボスからのメッセージは潰せというものでした。物語の流れを考えればパシフィック V を潰せですが、しかしもしこれが老若認証を潰せだった場合、幼児化の事実を隠したい灰原哀とコナン君、この二人同様ボス、カラスマレイヤとベルモットもまた組織内部にさえ知られるわけにはいかない事実が存在するということになります。老若認証、突き止めるのに使えると思ったんだがな、最近姿を見せないあの方の所在を。老若認証、そのシステムを諦めた黒の組織のナンバー2ラムはあの方の姿を思い浮かべます。黒の組織の当初の目的は監視カメラ映像の捏造であり、最終手段としてパシフィック V の破壊が設定されておりました。そんな中ラムは老若認証システムを利用したいと考えていたわけですが、ベルモットの工作によりその老若認証システムは諦めざるを得なくなります。このあたりを踏まえてもボスがベルモットに命じたのは老若認証の破壊であったと言えるのではないでしょうか。ではここからは映画における灰原哀の心境について原作とのつながりを含め見ていこうと思います。物語中盤、黒の組織艦内、父マリオ・アルジェントが狙撃され、意気消沈してしまったナオミに対し灰原哀は手を差し伸べます。子供の言葉や行動で人生が変わることもある、私はそれを体験して変われた、だから私を信じてナオミ。黒の組織からの逃走、払拭できない彼らの恐怖、灰原哀もまた他人を避け続け周囲を拒み関わり合うことを拒絶した過去がありました。しかしそんな彼女を変えたのは本当の勇気、逃げてばかりじゃ勝てないと教えてくれたあゆみちゃんの言葉でした。そして物語クライマックス、水中を漂うコナン君、灰原哀は必死に小型酸素ボンベ、その空気を吸い込み人工呼吸同様息を吹き込みます。ねえ工藤君、分かってる、組織に私がシェリーだとバレた以上このまま帰ったらみんなを巻き込むことになる。そう、私にはもう帰る場所はどこにもないの、だからあなたといられるのはこれが最後、バイバイだね江戸川コナン君。手をつなぐ灰原哀とコナン、酸素ボンベを共有し暗い海を浮上しつつも灰原哀はどこか息苦しさを感じておりました。言ったろ、俺が絶対何とかしてやるってよ、どうしてどうしてあなたはいつもいつもそんな顔ができるのよ。工藤君、あなたは知らないでしょうけど私たちさっきキスしちゃったのよ。灰原哀の思い、それは彼女だけの特別な感情、これほどまでに美しく心を揺さぶるシーンは間違いなく映画館でしか味わえません。そしてこのシーンすべてのセリフが原作とリンクしており、まるで灰原哀のすべてを見ているかのようでした。ちゃんと返したわよあなたの唇。目を閉じる灰原哀、近づいてくる毛利蘭、すると突然灰原が起き上がり蘭の顔を両手で押さえ
その唇にキスをします。灰原愛にとって毛利蘭はお姉ちゃん同然の存在です。だからこそきっと灰原はその愛に報いたいと思うのかもしれませんね。物語ラスト、描かれたのは3頭のイルカ。これは灰原愛、江戸川コナン、毛利蘭をそれぞれ表していると思われ、それと同時に物語の構図がほとんど3人ずつの組み合わせであったことにもここで気づかされます。そしてイルカといえば、第13作漆黒のチェイサー、第20作純黒のナイトメア、黒の組織登場過去作でも愛と平和の象徴としてイルカはたびたび登場しておりました。さてこのように過去作とのつながりも本作では垣間見えました。組織随一のスナイパー、開示が来る前に済ませろよライ。もちろんそのつもりだよバーボン。コナン君の花火ボール、赤い周一の狙撃、純黒のナイトメアを思い出させるワンシーン、またパシフィック V 監視カメラ映像には過去作の舞台が映し出される場面もありましたね。このように他にもいくつかリンクしているシーンや小ネタが隠されていましたので、ぜひ次回はこのあたりにも注目してみてはいかがでしょうか。ではここからは2024年劇場版第27作名探偵コナンについて見ていこうと思います。映画ラスト予告、服部平次が許さへんでキッド、怪盗キッドがえなんで、コナン君がキスじゃねと順番にセリフが語られ、最後にはハートのエースがスパッと切られました。さてこの一連の映像から、来年2024年のメインは服部平次と怪盗キッドであり、恋愛要素も加えられるということがわかります。服部平次は2017年公開からくれないのラブレター以来約7年ぶりの登場であり、怪盗キッドは2019年公開根性のフィスト以来約5年ぶりの登場となります。では根性のフィスト公開時に発売された単行本96巻以降における服部とキッドの登場回を見ていきます。単行本96巻では服部、和葉、キッド、そして諸伏隆明が登場。単行本98巻では大岡もみじが服部平次に挑戦。単行本100巻では縁結びの神社。単行本101巻では安室透 vs 怪盗キッド。単行本102巻では服部平次と和葉の急接近。単行本103巻ではあずささんと怪盗キッド、これらなどが描かれました。このように振り返ってみると、服部、和葉、もみじの三角関係に怪盗キッドが巻き込まれる展開が感じ取れそうです。また安室さんを含む公安関係者とキッドがたびたび接近している点も映画に関係してくる要素かもしれませんね。ということで本日はここまでとなります。正直まだまだ語り尽くしたいことだらけであり、特に本作の声優の皆さん、その豪華さといったら計り知れません。ぜひ車のナンバーや八丈島ならではの動物なんかにも注目していただけたら、より映画の素晴らしさが感じられると思います。さて皆さんは黒金のサブマリンどうご覧になったでしょうか。ぜひコメントにてご記載ください。また映画の補足や小ネタなんかもお待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。